三道表参道の店長をさせてもらってますヘギ翔太と申します。今日はよろしくお願いします。三道ディレクターの坂田です。坂田ゆきです。よろしくお願いします。三道 S 店長させていただいてます。画面ゆきです。よろしくお願いします。はい、三道銀座の店長してます。小金丸です。よろしくお願いします。三道の根村ゆえです。よろしくお願いします。妙に熱い、そもそもみんな、なんかそれがやっぱりたまんなくこう気持ちいいし、不器用だし、なんかこう、まあ、素直ではあるけど器用なやつじゃないやつが集まってるから、なんかやっぱりこう数で示したりとか背中で語るみたいなやつがなんかこうすごく多い感覚があって、でも逆にそういうこう厚さとか、なんかこう一生懸命さに人ってなんかこう気持ちが揺さぶられるっていうか、僕もなんか見ててなんかいいなーって思うのが集まってるのがやっぱこうすごいサンドだし、まあ、今インスタグラムとか SNS で、まあ、言い方悪いけどこう自己表現が容易にできたり、まあ、集客も容易にできる中で、でも根本となるなんか厚さはずっとあるっていう、なんかこう時代に合った厚さがずっとあるっていう感覚はなんかすごくこうたまんなくいいなっていうのは、俺はなんかそう思って、でもなんか本当になんか人に対して熱いというか、まあ、なんか自分のためにっていう人が全くいないっていうところが、まあ、なんかまあ元々6人で、まあ、このメンバーでやってきて、僕自身も何もなかったし、まあ、なんか皆さん、まあ、僕からしたらみんな先輩と同期なんですけど、なんかすごい先輩ではあったんですけど、多分みんな元々そのちょっと足りないところがあって、でそれをなんかかばい合える6人が揃ってそれを後輩に引き継いでいってるサロンっていうのがサンドかなと思って、僕はなんか、まあ、今先輩のが少なくてほとんど後輩で、まあ、もちろんあの上のメンバー先輩たちもやっぱり、まあ、すごい背中見せてくれる人たちだし、でそれよりも僕が強いなって思うのは下があの強いなって、多分みんなそうだけど下が驚異的なメンバーが集まりすぎてやっぱ自分頑張んないとダメだなってすごく叩かれるっていうか尻を叩かれる、自分がちょっとこう気抜いた時に下がすごいやってたらちょっと気抜けないなって思ったりとかあのするところがやっぱサンドの強みかな、まあ、先輩見ながら後輩からあの脅かされながら、まあ、自分も頑張らなきゃなって思うのが、まあ、サンドの強みかなっていう後輩が強い、サンドのみんなが好きです単純に、なんか前いた時は男子が多かったからなんか男の熱さみたいなのは嫌いじゃなかったからそういうのが自分に合ってたっていうのもあるし、そういうメンバーと一緒にいるのがなんか単純に好きだったし、みんなの人柄が好きっていうのがなんか一番強いけど、今はちょっと目線が変わってきて、なんか女の子もなんかすごい増えてきて、女の子たちに自分もが一番なんか上だし一緒に働いてるからなんか見せないといけないなっていうのがなんか芽生えてきたし、なんかそういうのをこう作ってくれた環境もなんかありがたいなって思ったし、なんかこう視点も変わってきたけど、でもやっぱり一番はなんかこうサンドのなんかみんな結局なんか目指してるところも同じだし熱いしなんかハッピーだし、そういう人が集まってるからなんか単純に本当になんかサンド好きだなって私は思う。みんなこう夢がこう学生の頃とかあって、それをこう絶対に実現させてやろうとか、まあ、そういう、こう夢に対して本当にこう全力でぶつかっていくというか叶えてやるぞっていう、こう思いのメンバーがこうすごいこう集まってる様子だなってすごいこう感じて、まあ、それでやっぱりこう切磋琢磨し刺激もらって、こう自分自身にもこうスイッチを火をつけてもらったり、こうそういうこう環境がこうサンドはこうあるなって。あとはやっぱりこう、まあ、大きくなるにつれてこういろんなこう悩みだったりとか、まあ、ある中でこうやっぱ僕がすごいなと思うのはこうキヌさんもそうなんですけど、いいですね、スタッフとものすごく頭の切れる経営者の人たちっていうのが僕の中でサンドの魅力なのかなっていうふうに
こう感じてます。簡潔なんですけど、努力が必ず報われるところかなと思います、わかる。何もできないカスだったのが今ちょっとこうやってちょっとキラキラしだしたみたいな集まりがサンドっていうのが結構あるんで、なんでそんなにすぐ売れないんですか、わかんないんですけどっていう感覚はない。マジお客さんになったよなっていうところからスタートなんで、共感できることがすごく多いというか、なんか美容師つらいよね、でも楽しいよってことを本当に言えるっていう。単純に、まあ、よくみんな言ってることですね。なんかこう、まあ、なんか人生変えれるっていうなんか大げさな言葉だけど、その若い女の子とかがこう好きな人と遊び行くとか前に髪の毛バッサリ切って、でそれで僕に言わなくてもいい、美容師に別に伝えなくてもいいのに、わざわざ今日めっちゃ可愛いって言ってもらいましたとか、あのその後日またあの付き合いましたとかっていう報告もらったりしたら、本当にやっぱ変えれたんだなとか、まあ、もしかしたらその髪型じゃないかもしれないけど、そのもしかしたらその髪型で振り向いてくれたのかなとか、だからまあそういうところとかはなんか普通に美容師として美容師じゃなきゃ味わえないなんか達成感っていうかは、まあ、単純だけどあるかなっていう。そうですね、美容師のいいところはなんか、まあ、僕インスタでそのあのブランディングをさせてもらってて、トレンドとかあの打ち出してる美容師さんってたくさんいるじゃないですか。でその中でもなんか本当に寄り添いたいみたいな、そういうなんか美容師の中でなんか本当に大切にしていきたい、その顧客をずっと大切にするとか、なんかそういうところとかでなんかその人の人生にずっと寄り添えるっていうところとかが、まあ、本当に僕美容師じゃなかったらなんか他の職業のこととかに詳しくなかっただろうし、なんか女性のきついところとか主婦さんの辛いところとかも分からなかっただろうけど、なんか本当に女性の気持ちを理解できる仕事かなっていうのをなんか本当に最近感じるなっていうの、だからまあ自分自身も女性に寄り添うときにすごい役立つ薄くなりました。お客さんの笑顔が見れる瞬間と、あと人と人とのつながりで、自分も元気もらえるし、お客さんにも元気を与えられるから、美容師ってなんだかんだ私たちが与えるよりも与えてもらってることの方がなんか多いなっていうのがいいところだなって、なんか何かをしてありがとうって言ってもらえたりとか、すごい感謝をしてもらうって、なんかこう直でそれを言われることとか、それがこう表情で見えることって多分あんまり職業としていろいろあると思うんですけど、なんかより自分がやったことに対してそのお客さんが喜んでくれることをなんか生で実感できる職業だなっていうのを感じるから、なんかそれが本当に美容師のいいところだなって私は思う。でも多分このまま行ったら、そのみんなの成長とお前の成長がそのまま行ったら、多分1年後って多分80人ぐらいだったよね。100人は行ってないと思う、リアルに行ったら、80人ぐらい全体で。でなった時に多分みんなも感じてると思うけど、なんかそのおかげさまで新規も来てくださってるから、お客さんが来なくて売れないとかっていうよりも、その人が集まることによっての悩みが多分、まあ、今の倍だからはあるのかなっていう感覚がすごいあって、でもなんかこう今チームサロンっていうところを掲げながらやってるから、なんかそれに向かって、もう俺もちろんそうなんですけどやっぱここにいる幹部がこう人間として、人としてのなんかお成長がすごく大事になってくる1年後かなっていうふうに思ってる。だからすごくワクワクするし、早くその人数やりたいけどになって固めたいけど、なんかお前らなんかこう結構トゲトゲしてるっていうか、なんかいいも悪いもすごいあるから、なんかねハラハラもあるんだよね、半々。楽しさももちろんあるんですけど、これでこのまま急成長しまくって爆発的にこう成長してるから、これマジどうなんだろうっていう、なんかそっちの方が僕は強いっていうか、サンド最高っていう1年後を作るんだったら、まあこっから言ったら、まあタイヤとガベとユキとヘイが、まあ、しっかり人をマネジメントできるなんかところにいないとすごく怖えなっていう、
だそういう感覚がめっちゃあるリアルだからこそ面白いけどね。なかなか教育に落とし込めないようなところをこの1年で成長するっていう莫大なミッションがサンドにある、うん、絶対600やればいい、1000万やればいいとかじゃない、まあ、多分みんな書いてるのも人を導くみたいな、なんかそういうところがこれからのキーポイントかなみたいな感じの超思う。リアル一番リアル、まあ、間違いないことがまずこう今キルさんも言ってたんですけど、スタイリストがすごい増える、まあ、店舗も増えるっていうのがキーポイントかなって思ってて、でなんかこうそこでまあ起こるこう悩みだったりとかですごいこうたくさんあるのかなって思うんですけど、今1年後はこう媒体が何か分かんないですけど、まあ、おそらくインスタグラムかなとは思ってるんですけど、多分そこに対してまたみんなで一斉に今以上に新しいことだったり業界に向けてあサンド何かやりだしたって思うことを多分こうやりだしているだろうなっていう僕のこう1年後の予想ですね、うん、まあ、僕、まあ、もちろんお客さん今いっぱい来てくれてすごい嬉しいし、やっぱそれが美容師の楽しみだなって、楽しいなんかやりがいだなと思うんですけど、もともと多分もうみんな知ってると思うけど、そんなに売り上げ志向はそんなに強くなくて、なんかそんなもうバリバリもうプレイヤーとしてすごい掛け持っていっぱいやりたいみたいなっていうのってもともとなくて、まあ1年後、まあ、僕はもちろん美容師のプレイヤーとしてもうみんな結構やってると思うんですけど、なんかそれ以外の自分の特技っていうか強みっていうのが1年後結構出てきて、まあ、それをもうがっつりとプレイヤーだけがゴールじゃないと思ってるし、なんかサンドって言ったらプレイヤーだよねとか、なんか集客だよねっていう、まあ、今多分あると思うんですけど、まあ、そこだけで終わっても面白くないかなって、なんかもっと面白い1年後を作れるんじゃないかなと思って、まあ、今いろいろこう動いてたりとかするんですけど、まあ、それをなんかむしろ後輩に見せてあげて、うん、1年後になんかプレイヤーだけじゃないよって、うん、違うステージ行けるかなっていう、僕はそっちですかね。まあ1年後はショートイコールサンドじゃないなっていうところ、そのデザインっていうところでショートだけのサンドっていうのはなんかすごいなんか逆に寂しいなって思うんですけど、なんかずっとその流行りに乗ったそのサンドっていうところで行きたいと思うんで、なんか僕だったら今ボブを押していこうかなとか、ずっとそのショートだからサンドが流行ったってもしかしたら言われるかもしれないしっていうところで、僕自身なんかもっと新しいことをやっていきたいなとか、目標というか1年後はこうやっていたいなっていうところはあります。美容師として、うん、人としても尊敬していてたくさん勉強させていただいてます。月1のキヌさんミーティングは毎月の楽しみです、うん、新規の方のカウンセリングの立ち姿、うん、とてもお姉感があります。酔っ払ったら一番元気最近かなり見習っています。ありがとうございます。最近人をいじる天才です。どこからそんなに人をいじるネタを持ってくるのか不思議です。みんなからの愛されキャラで面白いけど叱ってくれるメリハリがすごいです。突発的なアイデアマン、とにかくサンドのスタッフが好きな人、あったかさはダントツだと思います。ただ一番何をするのか読めないタイプでもあります。愛という言葉はこの男のためにある、そう言っても過言ではない。なぜそこまで人に尽くせるのか。ゆきちゃんは本当に綺麗になってきた大人の女になってきているなと思います。ゆきちゃんっていうのが確かおらんまあ来てるね、はい、男だけのサンドの時からいるいなくてはならない女性番長、元気だけど常に元気っていうのがポイント、平均値が人並み外れている、パワーの塊、今も前も変わらない、その場にいるだけで面白いです、過去を来サンドの時は毎日一緒にまた思い出がいっぱいです。いやー確かにもう夏ゼロイチを生み出す力みたいなのはそれを求められてる感覚もあるんだよね。発信されないと気づかれないなってやっぱこう気づかされたのもサンドだし、そのお客さんが来てくれた時に本当に満足してくれて本当にハッピーになれて、そのお客